皆さんこんにちは、まさきです。今日も漢字テストをしましょう。問題、下線部のひらがなは漢字でどう書きますか？1、9月7日に大阪に行きます。9月7日に大阪に行きます。9月7日。2、12月8日から働きます。12月8日から働きます。12月8日。12月8日。3、日本に来て3ヶ月です。日本に来て3ヶ月です。3ヶ月の3と月。4、山田さんの誕生日は7月5日です。山田さんの誕生日は7月5日です。山田さんの誕生日は7月5日です。7月5日。5、6ヶ月フランス語を勉強しました。6ヶ月フランス語を勉強しました。6月。漢字で書いてください。答えを書きます。9月7日。1、2、3、4、9月7日。12月8日。1、2、1、2、3、4、12月8日。3ヶ月。1、2、3、3ヶ月。7月5日。1、2、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、7月5日。6ヶ月。6ヶ月。1、2、3、4、6、1、2、3、4、6ヶ月。はい、大丈夫ですか？今日の漢字テストはこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。